こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はちょっと気が早いんですけどね、アマゾンオーストラリアが解禁になった時、どうやって納品するか、納品の時の注意点、これについてお話します。eBay なんかもね、並行してやってる方は、eBay でオーストラリアに送る際にも、同じ注意点ということになりますので、気が早いと思わず eBay やってる方はね、ご覧になってください。まずオーストラリアは食べ物に関しての持ち込みが非常に厳しいです。でオーストラリアアマゾン輸出の注意点3つですね。 FBA 納品の際に、食べ物、飲み物を扱わないこと、これね、 FBA だけじゃなくてオーストラリアに食べ物、飲み物を送るというのはかなり、困難というかトラブルが多くなります。扱わない方がいいです。でそれとね、やりがちなのは輸送箱で、みかん箱とかね、リンゴ箱、梨箱ってすごい丈夫なんで使いたくなっちゃうんですけど、オーストラリアではですね、一度でも生の果物とか花が、花とかね、土とかを入れたことのある箱は、持ち込めません。だから、箱は新品を使うこと、何も書いてない新品を使うこと、食べ物じゃなきゃ中古で大丈夫だろうと思ってもですね、何しろ日本語で何の箱って記載してあるんで、何の箱だか分かんないとね、食べ物だと勘違いされちゃったらそれで入れられないですから、箱代のね、200-300円をケチって、オーストラリアへの輸送費が無駄になっちゃったら、非常にもったいないんで、オーストラリアへの発送はもう新品の無印の箱、あるいはね、日本郵便の箱を使うというのをね、徹底してください。でそれと内容物はきちんと記載すること。これね、何だか分かんなくて、検査。で検査になったときね、日本とか、アメリカみたく、ちゃんとしてないんです、イレギュラーなケース。結局輸出してね、税関取るときに普通は内容物見て問題なしとスルーするんですけど、スルーしなかったときにですね、イレギュラーなケースだとすごいトラブルが起こります。どういうトラブルかというと、どこ行っちゃうか分かんないとかね、そのままほったらかしにされちゃうとか、なくなっちゃうとかいうトラブルが極端に増えますので、オーストラリアに送るものはもうきちんと税関をスルーするようにね、送るというのを徹底しないと、これがまたね、嫌になるぐらいトラブルがあります。またどんなトラブルがあったかね、動画長くなっちゃうんで後で機会あればアップしますけど、何しろきちんと、税関を何の問題もなくパスするというふうに送らないと、オーストラリアの税関はなかなか手強いので、罰金が請求されたりなくなっちゃったり、せっかく送料使ったり戻ってきちゃったり、いろんなトラブルにならないように、気をつける必要があります。もちろん、テンバーアカデミーのサポートはその辺もきっちりサポートします。またアマゾンオーストラリアね、まだ始まってないんですけど、始まった場合の注意点、あるいは開始時期等ね、これから、情報スカンダルすぐ流していきますので、気になる方こちらのメルマガに登録して、情報をチェックしてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。